これでネットで有吉ラジオで検索してさ、うん、JFN パーク入ってメール送ってくれる人いるのかな、わざわざ。いや、そりゃいますよ、そりゃ。そりゃいます。未だに思うよ。俺がもうリスナーだったら絶対送らないよ。もう送ってきてくれる人さ、感謝感謝、大感謝だよ。JFN パーク通してじゃないと送れないっておかしいだろ。バカかよ。どういう幅を狭めてんだよ、自分から。いや、なんとかしたいんでしょ、だからさ。自殺だよ、これ。ラジオの自殺。そんなことない。マジで、ラジオの自殺だよ、本当に、これ。なんとかこう JFN パークにまず一回集めたいんですよ。だって TBS ラジオとか日本放送とかさ、ああいうちゃんと人気のところはさ、そんなことしてないと思うよ、多分。ファックスで送ってくださいとかさ、まあありますよね。メールで、メールフォームで簡単に送れるじゃない。はいはいはい。何 JFN パーク通さなきゃメール送れないって。異常かよ。SOS SOS やめてやめてやめて。それじゃやめてあげて。そんな中ね、はい、JFN パークを通さなくてもこんな方法があるんだなというのがありましたよ。ほう。直接お手、ま、お手紙いただきました。お手紙直接お手紙いただきましてね。手紙これね、ちょっともう本番前ちょっとツイッターでも出したんですけど、うん、ラジオネーム君の笑顔に花束をあげたい、うん、憧れの軍人ロックスターアシスタントの安田さん、こんばんは。こんばんは。先週のメールテーマ、あげあげメールから軍人のレモンサワー好きという噂を聞いて、レモンの代わりにすだちを絞っていただければと思い、徳島のハウスすだち送ります。郷土愛あふれる軍人なので、広島といえばレモン、同じ島がつく県、試しにすだちを使ってみてください。これすだちを一箱、ね、1キロ送ってください。すごい、ありがとうございます。これはあの、1枚パンあげておきましょう。あ、パン、ありがとうございます。こうやってまあお手紙を ね出せば JFN パークを介さずに、うん、こうやって意思の疎通ができるんだなと、ね、といって来週からお手紙ばっかりになっても困りますから。今日のメールテーマはね、名前についてですね、はい、ラジオネームゲスザワ FM 群馬、有吉さん、シンクロをアーティスティックスイミングに変更するのであれば、ピンサロもアーティスティックスティックペロリンチョに変更することで風俗業界にバブル来る。アーティスティックスティックペロリンチョ、スティックが多いだろ。アーティスティックペロリンチョ、アーティスティックスティックペロリンチョって何なの。めちゃめちゃいいじゃん。なんで変じゃなきゃ言えちゃったよ。ラジオネーム三平、太陽のメッサ丸々食べたいよという松代までバカにされそうなブログを10年もやっている杉浦太陽さん。問題のクソブログにて虫に200箇所刺されたことを告白。昨夜からかゆいかゆいと思って朝起きたら200箇所ぐらいの虫刺されの跡が。診断結果は毛虫。本当にかゆいっす。衣服に少しでも羽みたいなのがついてたら広まっちゃうんだって。だからって200箇所も。これは昨日の名古屋で外に出た時か。早く薬効いてくれ。いや、説明下手。アホ丸出し。面白そうな話なのに全貌が見えてこねえわ。衣服に少しでも羽みたいなのがついてたら広まっちゃうっていうのは何の話だ、クソバカ野郎。いつどこでどんな虫に刺されてどんな症状が出てどう広まったのか時系列できっちりまとめろ。カラフルな絵文字でブログも整形してる賢い嫁さん見習え。どういうこと言うな。最後にどさくさに紛れてあげとこう。パン、うん、ラジオにラッパーザキバチョフ、しょうがない、最強のアイドルみんなに教えてあげますか。AKB だ、乃木坂だ、ももクロだ、アイドルはいっぱいいるけど、一番すごいアイドルは、E ガールズ以外ありえないんだよね。E ガールズのあの踊りと歌唱力は日本人にはないレベル。俺は E ガールズを毎日追い続けているほどのファンだけど、そうじゃない素人さんから見てもすごいのは一目瞭然だね。特にすごいのはあの金髪の子。知らねえんじゃなお前。バカっぽく見えるけどなんか踊ってる。名前知らねえんじゃん。他の名前の知らない子たちもみんな知らねえんじゃねえかよ。踊って歌ってる。
正直誰一人名前わかんねえし曲も知らねえけど何にも知らねえじゃん。イガールズ最高だいい加減にしろよ変人パン。あー面白い。あんなやついるよねでもね。いや俺見たことないけどさ。うるせえんだ見てから来いよっていう。ラジオネームゲス沢。今日はプチについて語っちゃうね。ちょっと待って。ブチだな。ブチ。今日はブチについて語っちゃうね。最近ブチが。FNS 音楽祭で変な歌い方したからファン離れした人も少なくないとは思う少なくないとは思う。でもそれがブチでありブチと呼ばれるゆえブチって言わないと思うんだよなブチってな。田舎でも言わないだろブチの歌はそれ分かんなかった全然人の心を揺さぶる。なぜならブチは言わないよ自分の魂を命を削りながらそれを歌声に乗せてぶつけてくる。それは誰にでもできることじゃなくてブチみたいな。ブチって言わないって。熱い気持ちを持ってないと絶対にできない。それと子供の頃ブチだ今日月座にハマっちゃうな。ブチのあだ名がレオンだったってウィキペディアに書いてあったんだけどこれについて俺も全くわからない。犬の名前だってそれは。レオは犬の名前だよ。レオ犬なの？犬の名前。愛犬の名前なんです。そうです。ブチの？ブチじゃない。ブチなんて言わないんですよ。強しとかみんなそう。ダメだちょっとエンジン上げて。ブチなんてそこ取らないよ。長ブチは下の名前で強しってこと。強しか。っていう人。ブチ！いやそれ言わないですよ。ラジオネーム弟子の正彦。鏡に向かってしこってみたら俺のしかりごめんなさい鏡に向かってしこってみたら俺のしこり姿が反町隆そっくりだった。いいともがまだやってたら応募していたのにと悔しがった。そっくりさんのこれあるけどしこパンしこらないと似ないんでしょでも。ラジオナッツクラッカー。童貞卒業への第一歩として今流行りの相席居酒屋に行ってみたら相席になった女性が一切何も喋らずずっとスマホをいじっていた。10分ぐらい経ったので勇気を振り絞ってあの名前聞いてもいいですかと言ったら嫌ですと返された。その後女性はずっとスマホをいじっていた。喧嘩中のカップルみたいで楽しかったな。前向きなやつだ。悲しいのかなと思ったら楽しかったな。すごいねいろんなやつ入れてあげよう。ラジオネームオマットさんでした。日差しが強く暑かったのでサングラスとタンクトップを身につけて外出をした。しばらく歩いていると30代後半ぐらいの女性がすみませんテレンスリーさんですけど声をかけた。急な出来事に思わずあーはいと答えてしまった。すると女性は私リーさんの大ファンなんですよければサインくださいと言ってきた。それっぽいサインをして強めの握手してあげた。まさかこの世にテレンスリーのファンがいるとは夢にも思わなかった。世界って広いな。あげとこ。以上です。三平ラジオネーム三平。ご祝儀を忘れたわしが言うのもなんだけど結婚おめでとう。まあ忘れたというより使い込んじまったという方が正解でしょうな。というのもね式の前にちょっくら大井競馬場寄ってきたんだけれども第一レースで2万第二レースで3万第三レースで5万合計10万ほど溶かしまったわけよ。ダート1400メートルっつったらお前大体逃げ馬が残るだろう。ところがよ3レースとも大外の追い込みが決まりやがって見事にすっからかんよ。
電車賃もねえからよ、14キロの道のり走ってきたんだけどな。まさかこのわしが馬の10倍の距離走らされるとは思わなかったなーんつって。ああ、ウケねえな。馬券だけじゃなくてトークも外しまったか。あれウケねえな。どうやら、お前らとは、馬が合わねえようだな。うるせえよ。何回滑ってんだよ。聞けよ、途中で。むしろあげとこう。パン。